中居正広のニュースな会から始まったオリジナルの絵本を作る大型プロジェクト。発売まであと2週間楽しみよね。今日は少しここまでのお話を振り返ってみましょう。今年の4月、中居さんの事務所のんびり中居のグッズをひとりさんが勝手に作ったのがお話の始まり。こんなにたくさんのグッズを作ったのね。さらに今回の作品はこちらでございます。いやもう劇団さんもう力作じゃないめちゃめちゃ力入れてきましたから。のんびりランドの住人っていう設定なんですよ。あ、いいじゃないですか、これのんちゃんとビリちゃんで古市さん、うんうん、脚本小説ですか、うん、脚本、はい、うんうん、で絵本とかどうですか。そう、劇団さん監修で、うん、そう、絵本とか、うんうん、え、将来的にほんとテーマパーク作っちゃうのんびりランドそして園長ですか、園長ね今度は社長から園長ですからようこそのんびりランドへのんちゃんとビリーくんや絵本の企画がここから生まれたの。さらにひとりさんはこんなものまで。のんちゃんとビリーくんを紹介して、まあ、うん、いずれねのんびりランドを作ろうじゃないかと、うん、ね、そのテーマパークを作ろうじゃないかと。のんびりランドまだちょっと気が早い、まあ、いつかですよ、うん、そのまあテーマパークを作るにあたったらやっぱその広場の真ん中には当然これを作りたいなと、はい、これ力作だね。これはよくできましたね。ちなみにのんちゃんですかビリーちゃんですか。これはリボンがついてないのでビリーくんの方でございます。はい、これなんか一気に世界観がぐっと出来上がったというか、テーマパーク一歩近づきましたよ。確かに、ありがとうございます。それからは3人で物語を話し合ったり、出版社に行ったり、大忙し。いろいろありながらも絵本のテーマが友情に決まったんだったわね。そんなある日、ひとりさんから嬉しい報告が。社長ね、実は社長に内緒でもう一つプロジェクトが動いていたんです。いや、あのね、あの内緒にしちゃダメなんですサプライズ。そうじゃない。なんとですね、絵本を作りながら並行してこんなものを作ってまいりました。さあ、こちらのんびり中居オフィシャルグッズ、のんちゃんとビリーくんのエコバッグ完成しました。完成ってどういうことですか。完成、これなんと、うん、こののんちゃんとビリーくんね、これ古市さんが描きました。なんで今シーンとした今何した今の、まあ、すごくないですかこの絵あ、本当こんなに上手な絵が描けるんですよ古市さん。可愛いじゃないですか、あれを見て、うん、そう、あのひとりさんが作ってくれたそのフィギュア見ながら、プリントしてなんか写真撮ってそのまま貼り付けたとかじゃなくて、いやいやいや、それをちょっと僕が描いちゃったんですよ。あ、古市さんいいじゃん、素敵でしょ。そんな感じで、うん、書いてみました。ただこうやってちゃんと出来上がってから見たんですけど、両方ともビリー君なんですよのんちゃんがいないんです。え、のんちゃんリボンがないから両方ともビリー君スタイルなんだよ。いやいやいや、まあね、ビリビリな回じゃん。なんだよビリビリな回ってさらに実はこれ秘密が隠されているんですけども、のんびりな回と書いてますが、これなんと社長の手書きです。ついに社長が協力してくださいました。これ書いてる、これ書きました、これ書きました。何を作るかとかは説明せずに書きました楽屋で、いや、ずいぶん前ですね。もうちょっとちゃんとやるわ。そしたらさあ、あの時書いていただいたのがここにあると、うん、いうことでございますよ。これ手書きのハンコですよね、実質ね、うん、社長によるハンコになるの、はい、エコバッグ、私のところにも届いたわ。とっても可愛くて毎日お買い物に使ってる、お気に入りよ。あ、もう時間ね。今回はここまで。